れ様です。セシル姉たちは日光浴か。湖にはまだ入ってないみたいだけど、ちゃんと楽しんでるかな。ええ、ここでゆっくりするだけでも十分楽しませてもらってるわ。エリーさんやリージャさんともいろいろとおしゃべりできるし私たちもそれは楽しいんですけど、たまにちょっと困っちゃいますよ。セシルさんったらさっきからロイドとの仲はどうとかそんなことばっかり聞くんですから。ええ、ちょっとびっくりしちゃいました。あのなセシルね。だって気になるじゃない。姉たるもの、弟の交友関係は常にチェックしておかないとね。そして誰が将来のお嫁さんになるかバッチリ当たりをつけておかないと。いやいや、そういうのはいいから。さすがイリアさんの幼馴染の方だけはありますね。そうだロイド、せっかくだしあなたも日光浴していかない？デッキチェアにも空きがあるし、いろいろとお話ししましょうよ。いや、さすがにこの輪に入るのはちょっと恥ずかしいというか、今回は遠慮させてもらうよ。あら、そう？今さら恥ずかしがることなんてないでしょうに。ええ、そうですよ。私もいろいろお話ししてみたいですし。そう言ってくれるのはありがたいんだけど。それじゃあ、その代わりに私たちに日焼け止めを塗ってくれないかしら。ちょっとセシルさん、さすがにそれはちょっといいじゃない、私は全然問題ないわよ。エリーさんもリーシャさんもなるべく日焼けを避けたいってさっき言ってたじゃない。それに今さら恥ずかしがることなんてないってエリーさんも言ってたし。それはその、わかりました。それじゃあロイドお願いするわ。エリーだって他のみんなはそれぞれ自分の遊びに夢中じゃない。なるべく日焼けを避けたいのは本当の話だし、ランディとかに塗られるよりはあなたの方がいいかと思って。そうですね、イリアさんもホテルの部屋で私が日焼け止めを塗りましたし、そのロイドさんならそこまで抵抗はないかもしれません。リーシャまでほらロイド、お姉ちゃんとこんな可愛い子たちがせっかく頼んでるんだから、日焼け止め塗ってくれるわよね。わかったよ、慎んで塗らせてもらうから。慎んでってテンションがなんだか変になってますねじゃあ早速お願いしちゃいましょう。最初は誰に塗ってくれるの？それじゃあエリーから塗らせてもらおうかな。私？いいけど変なところ触らないでよ。全焼させていただきます。それじゃあ失礼して。ピト、ごめん大丈夫か？びっくりしただけ。大丈夫だから続
けてちょうだい。そっか。じゃあ、はあ、これは予想以上に心臓に悪いな。それにしてもエリー、本当に綺麗だよな。肌なんか真っ白だし、パールグレーの髪がよく生えてるっていうか。ちょっと突然黙らないでちょうだい。まさかいやらしいことを考えてたんじゃないでしょうね。滅相もございません。下手したらマリア・ベルザに本当に固定に沈められる。心を限りなく無にするんだ。とにかく無の境地に。ロイドさん、なんだか東通りのお地蔵様のような顔になってるみたいですけど。ロイド、エリーさんが終わったら私たちの方もお願いね。改めて見るとすごい光景だな。ありがとうロイド、とってもリラックスできたわ。このまま眠っちゃいそう。セシルさん、その格好で寝るのはいろいろと危険だと思うんですけど。ちょっとおおらかすぎますよね。それじゃあ目が覚めるようにみんなに冷たい飲み物でも買ってこようか。あら、いいの？ある意味夢みたいな体験をさせてもらったからな。正直これくらいしないとエイドスから罰が下りそうだよ。ロイドさん？いや、なんでもないよ。それじゃあノンアルコールのカクテルか何かでいいかな。ええ、それでお願いするわ。急がなくてもいいからね。ロイドもいろいろ楽しんでらっしゃい。ありがとう。それじゃあ後でね。先輩！ほら！よろしく。さすがっすね。ボールが見えませんでした。全身のバネを使った申し分ないスパイクだったね。さすがはイリア・プラティエといったところかな。どういたしまして。すごい。弟くん見てたんだ。私の必殺技はどうだった？はい、本当にすごかったです。いや、マジで恐れ入ったっす。俺のスパイクも難なくレシーブされちまうし。ワジ君もここしかないってところにトスしてイリアさんをアシストしてたし。僕のはただのまぐれさ。それに君たちもなかなかのコンビネーションだったじゃない。いや、正直みんなハイレベルすぎて言葉も出ないくらいだよ。このメンツで大会なんかに出たらすぐにでも優勝を狙えるんじゃないか。まあ現実はそんな簡単にはいかないでしょうけど、いいとこ行くかもしれないわね。そうだ、次のゲームは弟くんも混ざらない？一緒にビーチバレーを楽しみましょう。それじゃあお言葉に甘えて参加させてもらいます。と言ってもビーチバレーのルールはあまり詳しくないんですけど。基本は普通のバレーボールと同じですよ。違いを大雑把に言うならチームが2人1組だってことと砂浜でやるってところくらいですかね。あと実際は先に21点取って
ようやくワンセット勝利になるんだけど、今回は気軽に楽しもうってことでワンゲーム12点先取の変則マッチでやってるよ。うん、なるほど。ひとまず問題はなさそうだな。まあ細かい話は置いといて、早速チーム分けといこうじゃねえか。ロイドが入るなら誰か一人抜けて審判に回らなきゃならんでしな。あ、そうか。なんだか邪魔しちゃったかな。別にいいわよ。それじゃあ弟くん、チームを組みたいパートナーを選んでくれるかしら。わかりました。じゃあランディ、よろしく頼む。よっしゃ、任せとけ。それじゃあ残りのチームと審判に回る人も決めましょう。まあこっちは公平にじゃんけんでいいんじゃない。了解、さっさと決めちゃいましょう。はあ、よっと、ランディ君、ねえ、お見事です。やれやれ、この身長差はさすがに辛いものがあるね。ナイストスだぜロイド、さすがの判断力っつうか。先走るところだったけどね。よし、このまま畳みかけるぞ。ゲームセット、弟くんチームの勝ち。よし、勝ったぞ。なかなかいい勝負だったんじゃないか。確かに悪くなかったかな。うん、ずるい、みんなだけで楽しんじゃって。やっぱりあんな楽しそうな勝負見てるだけじゃ物足りないわ。ねえ、次は私も混ぜて、もう一ゲームやりましょう。それじゃあ今度は別のチームに分かれてやりましょうか。いいんじゃねえか。それじゃあロイド、次にチームを組みたいパートナーを選んでくれ。ああ、そうだな。それじゃあ今度はワジ、よろしく頼む。お安いご用さ。はい、お返しだ。くらいな。ロイドさんチームポイントです。よし。あっちゃー、フェイントか。てっきり強打で来るのかと思ったわ。いやー、裏をかかれたっすね。上出来じゃない。ああ、ワジがライって合図をくれたからさ、ライン際が空いてるのに気づいてとっさに切り替えたんだよ。突然だったから通じるものか若干不安だったんだけど、これも愛のなせる技ってやつかな。バカ言ってるなって。よし、この調子で絡め手を混ぜつつイリアさんたちを翻弄していくぞ。ゲームセット、12対10でロイドさんチームの勝ちです。よし、なんとか勝ったぞ。楽しかったわね。弟くんが入ったおかげでチーム分けもいろいろ楽しめたし、
2ゲーム連続は結構きつかったですけど。ああ、それにお約束のサービスシーンがなかったのは残念極まりねえぜ。ノエルあたりがかもしてくれることを期待してたんだからな。確かについついビーチバレーに熱中しちゃってたね。先輩にワジ君、何言ってるんですか。もうイリアさんの過剰反応も気になるんですけど。ああそうだ、みんな喉とか渇いてないか。なんだったら俺が売店で冷たいものとか買ってくるけど。おっと、気が利くわね弟君。何がいいかしら。確か聞いたところによるとミシラムに新しく発売したジュースがあるみたいですよ。ああ、それは私も聞いたことがあります。ベルコーラって言ってシュワシュワして爽快な飲み物らしいですけど。それはなかなか良さそうだね。それじゃあみんなベルコーラでいいかな。うん、よろしくお願いするわね。まあ今はそこまで喉が渇いているわけじゃないから急がなくてもいいけど。わかりました。それじゃあまた後で持ってきますよ。なんだか集中してるな。あ、ロイドさん、どうかしたんですか。邪魔しちゃったかな。いや、そんな一生懸命に何を作ってるのかと思ってさ。いえいえ、とんでもないです。一応砂でお城を作っていたところなんですよ。いわゆるサンドクラフトですね。ただなかなかうまくいかなくて、先ほどから作っては壊しの繰り返しです。なかなか難しそうだな。そうだ、せっかくですしロイドさんも手伝ってみませんか。え、俺が。そうですね、作業が進展するかもしれませんし。ああ、わかった。俺でよければ手伝わせてもらうよ。さすがロイドさん、ありがとうございます。とは言っても俺もまるっきりの初心者だけどね。まあみんな似たようなものですし。では早速よろしくお願いします。ふう、だいぶできてきましたね。ええ、完成まであと少し。やはりなかなか難しいです。もしかすると砂の強度に問題があるのかもしれないな。強度ですか。一応バケツに砂とお水を入れて土台はしっかりと作ったんですけどね。それでも作っていると砂が乾いてくるだろうしな。水を足しつつやった方がいいって聞いたことがある気がする。なるほど、理にかなっていそうです。それじゃあ水はどれくらいずつ足した方がいいんでしょう。そうだな、確かほんの少し湿らす程度で大丈夫だったと思う。あまり水をつけすぎても逆に強度は下がるだろうしね。確かに言われてみるとそんな気がしますね。ではロイドさんの言う通りにやってみるとしましょう。
かなり完成に近づいてきましたね。うんうん、ロイドさんのアドバイスのおかげだね。そう言ってもらえると嬉しいよ。ではいよいよ仕上げに入りましょう。メインの城の部分のディテールアップですか。ロイドさんにお願いしていいですか。ああ、わかった。任せてくれ。すべてはロイドさんにかかってます。よろしくお願いしますね。プレッシャーをかけられてしまったけど、まあ仕方ないか。さて、水で強度を高めているとはいえ、素材はあくまで砂。重要なのはおそらくスピードと力加減だ。どう作業を進める？よし、迅速かつ繊細な力でディテールを整えていこう。ふう、こんなところかな。ついに完成したんですね。あー、やったやった。感無量です。ロイドさん、お疲れ様でした。そんな、二人が頑張ったおかげさ。いえいえ、ロイドさんのおかげですよ。本当にありがとうございます。ザイトもお疲れ様でした。終盤は不足した砂や水の補給を手伝ってくれましたし。さすがはザイトだよな。そうだ、そういえばこの城って名前はあるのか？名前ですか？いや、せっかく苦労して作ったんだし、そういうものがあれば思い出になるんじゃないかと思ってさ。一理ありますね。それなら、ミッシーキャッスルというのはいかがでしょう？ちゃんずるい。だったら私はバンバンキャッスルがいいな。ミッシーはおなじみだけど、バンバンっていうのはフランのお気に入りのぬいぐるみだったっけ。どっちもかなり趣味が入ってるな。ですが、同じ城に2つの名前は付けられません。この際ですし、ロイドさんがどっちがいいか決めてくれませんか？あ、それはいいかも。ロイドさんが決めるなら文句はないですし、ビシッと選んじゃってください。何気に責任重大だな。そうだな。そうだな。せっかくミシュラムに来たことだし、今回はミッシーキャッスルでいいんじゃないか。言われてみればそうですね。仕方ないな。今回はティオちゃんに譲ってあげる。ありがとうございます。丸く収まったみたいだな。そうだ、ティオ、フラン、ずっと砂浜にいて喉が渇かないか。よかったら後で冷たいものでも持ってくるけど。そうですね、私は売店にあったかき氷を食べてみたいです。あ、私も食べたい。ロイドさん、お願いしてもいいですか？ああ、任せてくれ。サイトにはフランクフルトでいいかな。頼んだだそうです。ああ、でも急がなくても全然結構ですから。せっかく来てるんですし、ロイドさんも楽しんでください。了解。
大したことねえよ。にしてもこんな石今まで見たことなかったけど。二人とも戻ってきてたのか。ん、何やってるんだ。ライド、これを見てみて。綺麗でしょ。へえ、丸くて真っ白で宝石みたいに綺麗な石だな。これどうしたんだ。さっき泳いでる途中でこのちびっこが拾ってきてさ。どうもあっちこっちに落ちてるみたいだからちょっと探してみてたんだ。監視員の人に聞いてみたらホワイトストーンっていう石なんだってさ。ここの砂って外国から運んできたみたいだし、多分その辺りで取れるものが混ざってたってところだろうな。その分だと結構大きいのも埋まってるかもしれない。本当？ねえねえ、それじゃあみんなでこの白い石を探してみようよ。それで最後に一番大きいのを持ってた人が勝ちになるの。ふふ、面白そうじゃん。当然あんたも参加するよな。ああ、せっかくだし参加させてもらおうかな。決まりだね。そんじゃあんたもホワイトストーンを見つけたら俺に教えてくれ。最後に大きさを比べっこして一番大きいのを持ってたやつが勝ちな。了解だ。よし、それじゃあスタートだ。キーヤ、絶対一番大きいのを見つけてくるからね。ふん、お前らなんかに負けてたまるかっての。おお、水晶玉みたいなサイズだ。これだけ大きかったらまず負けることはなさそうだな。あら、ロイド、何をしてるの。ああ、今はキーヤたちと。って、あれ、もしかして。こんなところに埋まってるなんて。でも相当大きいな。これなら絶対に勝てるはずだ。あなたね、いきなりそんなところに潜り込んでどういうつもりなの。ごめん。はあ、まったくもう。ホワイトストーンを見つけたみたいだな。早速俺たちのホワイトストーンと大きさ比べをするか。ああ、早速勝負を始めよう。ふん、自信満々だな。そんじゃ、ちびっこを呼んでくる。へへ、後で吠え面かくなよ。それじゃ大きさを比べるぞ。一斉の背で自分が持ってる一番大きい石を出すんだ。ああ、了解だ。準備 OK だよ。よし、じゃあ行くぞ。一斉の背。うわー、ライドのホワイトストーンすっごく大きい。
なのを見つけてくるなんて。さすがにこれは負けを認めるしかなさそうだ。それじゃあ俺の勝ちってことで良さそうだな。ち、子供相手に大人げないやつ。それを言われると立場がないんだけど。でも本当に大きくて綺麗だね。キーヤもそんなのが欲しかったな。そうだな、俺ももう少し探してみようかな。それじゃあこのホワイトストーンは二人にプレゼントするよ。本当に？いいのか？それに二つなんて。ああ、ちょうど同じくらいの大きさのもう一つ拾ってたんだ。せっかくビーチに来たんだし、その思い出にするといいよ。ありがとうよ。大事にするね。そうだ、キーヤ、シリ、何か冷たいものとかいらないか？ああ、ずっと水辺で遊んでてそろそろ疲れてるだろ。飲み食いしたいものがあったら遠慮なく言ってくれ。気が利くじゃん。それじゃあね、売店にあったアイスクリームが食べたいかも。アイスクリームか。わかったよ。じゃあ俺もそれで。ああ、でも、もうちょい遊んでたいから、すぐには持ってこなくていいからな。ああ、了解。それじゃ、また後でな。みんな一通り遊んで、今はのんびりしているみたいだ。と、なんだか俺も、喉が渇いてきたな。みんなに冷たいものを買ってくる約束をしてるし、そろそろ売店に行ってみるか。売店は階段を上がったところだ。ちょっと覗いてみよう。やあ、いらっしゃい。貸し切りのビーチは楽しんでるかな？一通り楽しんできたところです。あの、いろいろとまとめて注文したいんですけど。ああ、さっきちょうど商品の準備が整ったところだよ。何でも注文してくれ。それじゃあ、あ、そういえばロッカーに財布を置いてきちゃったな。ああ、お代は結構さ。マリアベルさんの言いつけでね、君たちが貸し切りの時間帯は飲食代が全てサービスになってるんだ。そうだったんですか。至れり尽くせりというか、マリアベルさんには頭が上がらないですね。十分感謝するといいよ。それじゃあ注文するかい？ええ、よろしくお願いします。ベルコーラが4つとノンアルコールカクテルが3つ、アイスクリームが2つとかき氷が2つ、ああそれとフランクフルトを1つお願いします。一度にそれだけ持ってくつもりなのかい？もしかして君、お人よしすぎて自滅するタイプ？いやそんなことはないと思うんですけど。疲れたけど存分に堪能させてもらったぜ。欲を言えばセシルさんやリーシャちゃんにもビーチバレーに参加してほしかったな。え、なんで？ゴーラランディ、
ロイド君は何を想像したのかな。来たな。ちゃっかりお嬢やセシルさんたちの日焼け止めなんか塗ってるしよ。ほらほら、なんだった。いや、なんかすごかったとしか言いようがないんだけど。だと？この一人だけ美味しい目に遭いやがって。うわっ、ギブギブ。で、ロイド、誰の水に姿に一番グッときたんだ。え？誰かって言われても。ノエルはイメージ通りスポーティーな感じだったな。それでいて、なんていうか、普段は抑えられていた魅力が弾けてるっていうか。やれやれ、男二人して何じゃれ合ってるんだい。なあ、マジ？おいおい、もう着替えたのかよ。ま、若いんだから妄想を膨らませるのは仕方ないと思うけど、もうちょっと余裕があった方が女の子の受けはいいんじゃない。その上で相手に興味があると思わせられればバッチリかな。いや、そんな話をしてたんじゃ。概ね同意だが、随分上から目線じゃねえか。うん、だって僕モテるし。一足先にホテルの部屋に戻ってるよ。テーマパークに行く前に一休みしておきたいからね。アデュー。だーい、納得いかねえ。着替えも確認し損ねたし、なんだよこの敗北感は。まあ相手が悪いかもな。未だに気が向いたら夜ホストのバイトをしに外出してるみたいだし。なんて羨ましい。じゃなくてけしからん。俺は一度尾行でもしてそこをチェックしないとな。全然説得力がないな。